最後は中国のドラの音で終わります。練習はすれば確実に成果が出るのがピアノ。音楽は苦になってはいけません。先生も今日もお風呂掃除をして元気100倍アンパンマン。バイバイ。バイバイ。バイバイ。良い子の皆さんも無理をしないで音楽を楽しんでください。練習は自分のためにやります。人から言われてやる練習では身につきません。お家の方もしなさいしなさいと怒るよりも、先生に今度あの曲を聴いてもらおう。褒めてもらうとまた得意げに弾いてくれます。しなさい、しなきゃ、ピアノはやめなさいでは残念になります。自分から鍵盤に触れる、そういう習慣、言葉がけをしてあげることも大切です。レッスンに来るのが楽しい、これが基本です。バイバイ。